はい、どうも、ビデオゲーマーです。ボルトン編続きやっていきましょう。アウェイでね、リバプール戦です。で、一人ね、ちょっとレンタルで、先になんか、撮ることになってたみたいで、まあ僕はやってるんですけど、忘れてまして。はい。で、まあ、チームハブ行ってね、ベルメーレンをね、バルサからレンタルしてたみたいです。はい。短期なんですけどね、まあ、ベテランがね、エルフィックだけだったのかな。で、そこをね、ちょっとベルメーレンで経験豊富な選手をね、連れてきたって感じだと思います。はい。で、ベルメーレンとズマで、まあ、コンビ組んで、まあ、ベルメーレンがちょっとね、怪我しやすいので、まあ、うまくシーズン乗り切ってくれればいいかなと、残りのね。ってな感じでね、やっていきたいと思います。で、あと2人ほど、補強しようかなと。まあ、レンタルになると思うんですけど、お金がないので。で、まあ、売る選手も売れればいいかなっていう感じです。はい。じゃあね、やっていきましょう。はい、じゃあやっていきましょう。結構、で、前回のね、トテナム戦はもう本当に、力の差を見せつけられた完敗だったんですけども、多分普通のフォーメーションだったら、あんなにはならなかったかなとは思いますけど まあね、力の差を見つけつけられて、完敗でね。で、まあ、この試合はね、惜しい、しっかりと、切り替えてね、勝って、また新しくね、シーズン戦っていきたいなと思います。勝って気持ちを切り替えるっていう意味でもね、しっかりと勝ちましょう。さっきのクックの、シュート惜しかったな。ちょっと待って。危ね。いやー、危なかった、今。やったよ。外してくれたからよかったけど、なぜにそっちにパスすんのよ めっちゃフリーいたやっしょ。びっくりするわ、ほんま。いいですね。キレキレですね、バックインが。あ、取られた。よいしょ。あいつ。ナイスパス。オッケー。ああ、いいですよ。いいですね。若干触られたんで外れるかなと思いましたけど、いいところに飛びましたね。ああ、おお。やっぱモリスの守備意識はすごいな。で、こっから一気に駆け上がっていくもんね。チャンスと見るなり。わあ、素晴らしい。今のパスすごい。今のは予想しなかったな。今のはすごいわ。いや、このメンバーでトテナムと戦えたらちょっとスコア変わってたかもしれないな。これはすごいわ。このヒールは騙されるわ、ほら。
素晴らしい。こう見ると紫のユニフォームってすんごい派手やな。京都サンガって昔京都パープルサンガやったっけ。あの時って強かったですよね、天皇杯優勝したり。あのね、大リーグのレイズと一緒でね、レイズってあのデビルレイズっていう名前だったんですよね昔で。おーしで、デビルのけたんです。そしたらね、ワールドシリーズ行ったっけ、ちょっと覚えてないけど、すごく強くなったんですよね。それと逆でね、パープルサンガのパープル抜いたから今こう、もしかしたらサンガがね、京都サンガがちょっと今 J2 で苦労してるのかもしれない。そういうんでね、結構ねこうね、いや関係ないよっていうような感じなんですけど、やっぱ気分の問題なんで、ね、やばいな、あ、ナイスすっげえ反応やっぱりね、やっぱ京都って言ったら僕はパープルサンガなんですよねあの三浦和選手とか、松井大輔選手とか、あの時は他に誰がいたんだろうとかもいましたよね、京都ね。パクチソンがいたのか。危ない、おーナイス。久々に名前言うたけど、パクチソンで当たったっけえ、もう引退して何年。やっぱあー、やられちゃった、タイミング出たな、やられた今。今までよくね止めてたのに。パクチソンっていつ引退したのか今ちょっと調べてるんですけど、もう37歳。あ、13、まあ14年に引退してんねん。あ、そんなに経ってないやん、もうちょっと経ってるかと思ったら。そうですよね。あ、ちょっと強いわ。いや、今の失点はちょっとタイミングずれたから、ちょっと止めるに止めないわな。それまでのセーブはねすごかったですよ、ペレイラ。最初のピンチなんてすごかったですね。あ、左で打ってもよかったんじゃないかな、左の方が可能性あったんじゃないか。いいです、いいです、いいです。
本当のサッカーっぽかった今のクリア。危ない、ナイス。やっぱりリバプール前線のスピードあるからちょっとついていけないな。いいですよ。ちょっとキープして、やられたわ今の。面白い。 その移籍候補は面白いな。やっぱマックイの方があれやな、チャンスになると思ってんやろ。かー、もったいない今の。今の決まっとったらめっちゃ、うわー、バーディーみたいな。昔決めた。ああ、取られた。ああ、取られたか。せっかく寄せて取れそうだったのに。ハッシュ早いな。ベルメールはちょっと無理させれないからね。ほんと怪我しやすいから。これはまずいかも。あー、ナイス。はい、よし、前半終わりましたよ。いいですよ。はい、じゃあ後半やっていきましょう。キックオフ。うちのチームアウェーに強いんかな。ホームよりアウェーの方が動きがいいな。あ、危ない。おー、いいよ。今のってさ、すんげえ一瞬入ると思うよね。入ったと思った俺。角度的に、あ、入ったって言いそうになりそうだったよ。惜しいな、もったいないよな。チャンスはあるのにな。もうね、あの来シーズンのね、嘘、フォーメーションも考えてるんです。アシンメトリーで左右非対称で、まあ、あのパリ編っていうのあった、まあ、途中でやめたんですけど。
やってる時にね、うわこっつオッケーって2回も止めた、すごい、イエー。これすごかったな。まあね、パリ編でね、まあ、そのアシンメトリーっていうね、左右非対称っていうフォーメーションをちょっとやってたんですけど、ちょっとリベンジということで来シーズンのフォーメーションをね、その左右非対称のフォーメーションで挑みたいと思います。覚えてるかな俺それを言うたのもうちょっと60分ぐらいまでちょっと頑張ってもらいましょう。来シーズンはどれだけのお金があるのだろう。ごめんなさいね、さっきで多分、ね、花粉症なんですよ僕。薬をもらいに行ってないからすごくやばくて今すごくくしゃみが、家花粉みたいなあるでしょ、何やったっけ、家のほこりや花粉とよく、あーよし、多分あれ今もうすっごいやばい。これば、あのね、おばあちゃんがね、山のね、てっぺんだです。もう久々に行ったら目かゆくて鼻水やばくてね、もうね、死ぬかと思ったの。もうそれからです。いいわ。ああ無理か。来シーズンベテランと、いやーそっちモリスにパスしてほしかった。中堅をメインに取ろうかな。だいたいね、上がってきて残留したチームってそんな感じですよね、まあ、僕の勝手なイメージですけどえ、昨シーズンよりメンバー落ちてないっていうね。で、降格をこう争ってるみたいなね感じにしたい。だから今首位なんですけど、これはね、あのね、僕正直もうね10内まで下げたいんですなんで前節のトテナム戦負けたらもう心の中では良かったって思ってるから、本当はね。で、負けたことは悔しいんですけどね。でもそれぐらいに収まるためにはやっぱり負けも必要なんで、引き分けを少なくして負け数を増やしてたらちょうどいいかなと思うんですけど、この試合勝ったら多分42ぐらいだったかな、勝ち点が。いや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 、嘘なんでこっちのファールなの。で、しかもなんでカードだよ。
え、なんで？いやいやいや おかしいって。理由を言えよ。今のどう考えてもカード出るおかしいだろ。完全リバプールの方に傾ってるやん。いや、はい、これ、あっち、いける、OK。ちょっと先にね、ちょっとね、選手回路を予約しておきましょう。ボールドックに変えて EDA 入れて、マック、あ、マックにはいいか、カチュンガでしょうか。カチュンガに変えて、ウォーカー・ピータース入れましょうか。で、リードに変えて、あ、3人はきついな。じゃあ EDA をやめとこう。ほら、体力あるから。ディアベとリード変えときましょう。はい。どうやらあの角度は決まらんみたいやな。ボールドッグ、モリスと、あとアームストロングのコンビはいいですね。ああ、惜しい。ああ、変えますか。はい。いや、ベルメール良かったですよ。まあ、失点は本当にね、タイミングずらされてあれだったんで、もうあれはしょうがないとして、あとはもう完璧ですね。まあ、ピンチは結構迎えましたけど、よかったですね、お疲れ様と。さあ、ゴールドソンの立場が危ないです。シーズン前はね もうスタメン候補でしたからね。でも今やもうベンチ害が多いっていう。いや、いいですよ、ボールドッグはね、これでいいですね。もう僕はね、もう彼はね、もうすごくもう名前を気に入ってるんで、彼はね、もうこれでいいです。すっごい腹詰まってるよ俺ね、やばいね。取れんか今のが。え、ちょっと待って、あぶね、あ、それで、よし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 、オッケー。あ、オッケー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 。ゴールキーパーいるよ。え、嘘。すごい。いやー、これはちょっと面白いね。俺初めてゴールキーパーにシュートを決められた。こんな。フォワードやん。
すごいな。うまくこぼれたんやな。まあ面白いんじゃないですか。ゴールキーパーに入れられるってなかなかないよ。あ、よし、まあ勝ちましたけど、まあちょっと面白かったですね最後ね、失点。まあこういうもないとね。はい、本当フォワードでしたね。すごいな。はい、で次回はどうしよっか。そうですね、ストーク取りましょうか。2月のストーク取って、チェルシー、アーセナル、リバプールはちょっとやめといて、本当に試合ないよね。まあ、サウサンプトン取りますか。ってな感じでやっていきますか。はい。いやー、最後の最後、ちょっと面白いな。いや、面白いな。まあいいわ。はい、これぐらいで終わりましょう。ではまた次回です。バイバイ。